今日もですね、マリオメーカー2やっていきたいと思います。前回の動画で一つ反省点がありまして、コースに入るまでのオープニングが長いとそう感じましたし、そういうメッセージもありました。なんで今後のオープニングトーク入れるか迷っている今日この頃です。ということで、はいどうもピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、 It's hot からもアイスやカッコトロールということで、魚ですね。そして制作者さん見てください、 Not a fish さん、魚ですね。今回このコースブクブクに引っかかる予感しかしません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.02% で、今回ベストタイムが5分18秒って書いてたんだよね。めっちゃ長くない？クリアするまで。ピンクコインコースかな。なるほど、ピンクコイン4コースか。久しぶりだね。じゃあこのハテナブロック叩いてみます。コインか。この上なんかあるんじゃないの。なるほど、読めました。この上に行ってみましょう。この上がきっと正解でしょう。予感がある。怪しいね。あれ入ってみよっか。入れんのか。入って帰ってたから、もしかしたら入れないパターンかもね。もう一回挑戦してみます。いや絶対入れないよ。じゃあこのまま右に進んでいきましょう。そしてここは完全に2分の1だね。今日は当てるよ。2分の1、何もないところが正解。あってた。そこだ。せっかく合ってたと思ったのに魚はないでしょう。じゃあこの魚叩いてもいいから、ちょっと左に逃げておこうか。そんでこのまま右に行くと、そしてボムヘを叩いて爆発させて棒を出す。さあこの上すげえ怪しいね。叩いたらハテナがなんか叩けるみたいな。なるほど、そういう感じか。そしてここでパウを叩く。魚だ。くっそ、マジで今日ブクブク多いパターンのコースだ。さすがサムネがブクブクだけはあったね。今日ブクブクがめっちゃ出てくるコースなんじゃないかな。じゃあここでパンを出さずにリフトに乗ってみようか。どうなる。なるほど、これで上まで上げてくれるっていう感じね。そしてここのドッス、どうなる。こっちには来ない感じだな。下を向いてるね。下に行く、そういう感じでしょう。はだー、やばいね。今日のコース、花と魚に僕の精神状況同化されそうだね。じゃあここは石親父を下に落として左に逃げてみようか。これが正解なんじゃないの。ナイス。そして右の赤いブロックに乗る。そしてどうしよう。ここはバウを叩くしかないよな。バウを叩いてすぐ土管に入るね。それが正解。このトビウオ、ここはわからんやろ。じゃあパウ叩いてあの魚を返すよ。この魚さえ返したらいいんでしょ。隠しロック系多いな今日。怖い。たまたまさ今コインだからよかったけどさ。さあここはキノコを取っていきます。絶対こっち落ちてくるでしょ。キノコお願いだから来て。上に行かないで、そっちに。どこいる。てさあこっち来いよ。なんだ自分から行かないけんパターンって。じゃあダッシュしていくよ。今まで勝つでないマリオのツッコミを見せてあげましょう。いけそんじゃあこの土管に入ったらすぐ右にダッシュ。それで先にあった中間ポイントが取れると思うんですよね。あ、でもパックンが邪魔だね。なるほど、この状態で右。よっしゃ、中間ポイント取れました。そして今回は5つ行き道があるね。左下から順々に行こうか。こっから行きたいと思います。さあそこでまだ泣きそうなんだけど、なんだろう。ブクブク何もしないでいいよ。そっからそういやこのステージ最後に入る鍵ドアがなくない？ピンクコインは6個集めれっていう感じなんだけど、5個しか行き道がないんだよね。残り1個どこにあるんだろうね。じゃあここはどうすればいいんでしょうか。あ、なるほど、この上に登れるっていうわけで、ね、じゃあここでオンオンして上に行くと。どうしよう、ここは走っていくしかない。絶対そうだよ、走っていきます。なんでじゃあここはレールギリギリまで行ったらピースイッチが反応するんでしょう。そしてあのレンジ捕まらない。それが正解だよきっと。でこっから下に行けと、そういう感じだね。さあここは甲羅をどうしよう、投げていいのかな。いや、かぶるのが正解なんじゃない。かぶってダメージを受けてこの雲に行く。最高だね、今日は冴えてるよ。そしてこの状態でファイヤーを出す。それが正解だと思うんだけど、これで投げる。そしたらどうなる。ナイス、冴えてる。今日はマジで冴えてる。このまま突っ込もう。なんでそんなボンミスすんだよ。いや、ここまでめっちゃ冴えてたよね。もったいないやられ方をしてしまったら。じゃあここでデカキノコは取っていいのかな。いや、デカキノコ強制的に取らされましたけど、こっちで大丈夫なんでしょうか。下毒でもじゃねえか。このまま降りたらやられるやつでしょ。頼む。はっはっ、よし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 、全然よしだね。あ、上に行ったよ。
り、じゃあここでオンオフした時デカキノコを取ったらいけないんだよ。きっとそれで合ってる。でこのまま右に行こうか。そしたら鉄球が壊してくれるでしょ。でここであの土管に入る。あ、何やってんの。黄金ミスを犯しません。見ててください。ここで下にきっちり行けばいいんだよ。ただジャンプしてしまうからね。ゆっくり行こうか。ここ、よしよし、来ました。この流れで土管に入っていきますか。でこの土管に入ったらピンクコインが手に入る。よしよし、やっぱそういう感じだね。でこっから一番右に行けばいいのかな。でオンオフを変えて中間ポイントを取ると。なるほど、最後の鍵ここにあるっていうわけで、ちょっと今強制的に取らされましたけど、あと4つ集めていきたいと思います。じゃあ次はこの2つ目のドア入っていきましょう。次は何が待ち受けてるんでしょうか。どうすっか。多分ここ少し前に出ておかなきゃいけないんだよ。この辺ナイス。そしてキノコ、よし、ナイス反射神経。でここをちくわブロックかな。なるほど、このまま右に進めとそういう感じだね。じゃあこのハテナブロックなんかな。いきやっか。うっそ、このオンオフ気になる。どうしよう、押さないでいいから、押さないで進んでってみていい。これが正解なんじゃないの。押したら多分下のブロック壊れる感じでしょ。熱い。ここゆっくり行けってことか。じゃあ左押しっぱしとくね。左押しっぱしてあの3歩返します。そしてそのまま下に行こうか。で右にダッシュしてもうすぐ渡るよ。なんで盤面があんの。じゃあここ何もしないでいいのかな。そのまま一旦降りてみるね。そしたら3歩がやられる。ナイス。そしてこのまま右に行けっていう感じか。右の四角怪しくない。こっちがなんか鍵となる、そういう感じでしょ。はっ、そこだなんかさ、ボンボンうるさいなと思ったらさ、左下デカキノコがさ出てきてるよね。多分あのオンオフをしたらデカキノコを取って下の毒沼にやられるっていうことだったんだろうね。それを華麗に避けたということか。じゃあここは上に行くよ。右には行かない。このまま上に行ってオンオフをします。そしたらどうなる。そして右にすぐ逃げようか。あぶねえ、ブラッパーが出てきやがった。ここは取っていい、よかったっけ。これ取ったらさ、確か挟まれるんじゃない。いや、挟まれないよ。だって挟まったらさ、やられれないじゃん。なんで取ることが合ってる。挟まったそれじゃあここのキノコはもう取っていきません。そして右にコインが見えるね。夕焼けのコインですね。じゃあここは右下に降りるか左下に降りるか、一旦戻ってさ下に。なるほど、左が正解だよ。左ブロックがあるもんね。右下をやられてたっていう感じか。あっ、危ない危ない危ないここ左叩いたら出てきたよね。じゃあ右が正解かな。なるほど、こんなの2分の1じゃねえかまたもや外してしまったのか。ああいう2分の1を、選択型が弱い僕なんですけど。じゃあここで3つ目ゲットだね。残り3つ集めていきますか。それじゃあ次はこの赤いドカン、下からどんどん攻めていきたいと思います。次は何が来るんでしょうか。ドクロ流とか何もしない、絶対そうでしょ。ほら合ってる。くっそー、閉じ込められた。どうすればいいの。くっそー、同じワイヤー属性じゃねえか。同じ非同時だったら効果は今一つでしょう。何を、そんな火やっつけてよ。避け続けます僕。うわはははは、うまい、あっつ。じゃあここさ、フラワー取るところまではいいんだよ。フラワー取って何もしないんで、この状態でジャンプ、そしたら右に進めるっていう感じだね。さあここでリンクを取ってよかったんでしょうか。一旦当たってチビになっていくよ。うわ、どうしよう、デカキノコがいる、臭いぞ。これは何、うわ、立ち悪いいや、この状態から僕は行ってみせます。このシャガジャンで綺麗にあのブラパの下にあるブロックの隙間に入ってみせたいと思います。行くよ。みんな、これは神回避だったんじゃないかな。で、このままデカ状態で右に行くと完璧すぎ。じゃあここでキノコを出しておいて、デカに刺したらジャンプできる、そういう感じだね。さあここは右ダッシュするよ。右ダッシュしておく、それが正解。常に右ダッシュ、これ正解でしょ。よしさあ4つ目のピックコインが取れました。次で5つ目か。それじゃあ次はこのドア、あと2つだね。難しくなってくんのかな。あっ、何もしない。あっ見てこのリンク、もう全てを待ち構えてるよ。俺どんな攻撃が来ても大丈夫だよ。いや、どっち行こう。あ、でも右はバーがあるからいけないもんね。なんで左にジャンプ。オッケー。いや、何がオッケー。これどうすればいいんだろう。あっ、右下にピーってことかな。
メだよね。ちょっとこのドア入ったらよく見てみるね。いつオンオフが変わるのか。リンクを取る前から変わってたね。っていうことはこのリンクでどうにかしなきゃいけない。爆弾を投げるみたいな。なるほど、これは分かってんぞ。じゃあここで普通に行くね。普通に行って剣で刺します。そしてどうすればいいんだろう。この状態で左に爆弾で壊していい。ここすげえ気になる。すげえ気になるから壊します。立てて防いで何が来てもいいように。うわ、なんもない感じか。なんかあるんじゃないの。実はなんもない感じだね。じゃあこのまま上に行って右に進みますね。針があるね。これなんかのヒントかな。じゃあここは一番右から行きます。はっ終わったじゃねえかひどい魚にはやられませんでしたよベイベー。そんじゃあここで一番右隠しブロックが出たからね、あの隠しブロックを出さないようにして氷ブロックを溶かす。ちょっと今噛みそうじゃなかった。大丈夫、噛んでなかった。でこのまま下に降りる。それが正解なんじゃないかな。上のドカもめっちゃ気になるけどね。さあどうなんでしょう。おっで、このまま最後の扉へと進んでいきますか。最後の扉じゃありません、土管でした。さあ進んでいきましょう。あと1個、あと1個、あと1個。よしよしよし。え、これ最初じゃないの。え、見た目は最初だよね。矢印がないだけで別のルートかな。多分ここ一番右正解だよ。何引っ越ししてんの。じゃあここは左だったんだね。いや、てっきりさっきと同じ罠と思ったからさ。いや、ちょっと違うね。さっき上にハテナとかなかったもんね。じゃあこのボムを破壊して左に逃げとこう。うまい。こんなところに花が来るとか夢にも思いませんでした。で、このまま上に行く。熱い、熱いよ。度数はどっち。下に行く、下に行くね。下に行くけどバック裏は今度は襲ってこない。よし。さあこのパンを叩いたら何が来るんだろう。絶対何か来る。魚、あぶねナイス回避しまくりですね。じゃあここで来い。あ、これが最初の場所。ちょっと上も行けるよね、きっと。やっぱ最初の通りだったら上も行けると思うんだよね。こっちが正解みたいな。あぶねえ、この魚一緒に降りてんじゃないよ、マリーそんなに魚が恋しいか。で、この一番上の土管入れないかちょっと試してみていい。やっぱ入れないよな。で、さっきと同じ場所か。こここそ最初と同じ場所。違うのかな、どうなの。なんでここも左でよかったんだよ、きっと。そしたら鉄球が壊してくれるっていう感じか。さあこのボム兵また壊して左に行きます。あ、今度はブラパ出てこない感じか。そしてうわ、これはもういかかった感じじゃないの。このドアだって車線が引いてあるもんね。じゃあこのドカ入っていきたいと思います。死に耐久から何なんだろう。なんか新耐久の音楽がするよ。スターが出てきてくれるけどどうやってやられればいいの。で、ね、何かを刺してよ、こんな狭い場所で。ちょっと待って、もうちょっと動かさせてよこれテレサが来てもやっぱやられるよね。スター取ってるから。一旦戻ってみようか。一旦戻ってみてやられるかどうかだよね。この包帯が降りないかな。上は、上もなんもない感じか。え、この包帯降りないの。もう一回入ってってみる。これよーっと見てみたらやられ方があるんじゃないのかな。いや、わかんねえどうすればいいの。これはもうテレサお願い、うん、ちょっともう一回どこか入っててよーっと見てみようか。オンオフが変わるからなんかあるはず。わかんだよ。いや、右上にさ、クリボーがいたんだよね。あのクリボーをどうにかしなきゃいけない。多分ね、このテレサを動かさせたらいけないんじゃないかな。なんでこう左右連打、これでいけます。うっはっきっちりこの左右連打めっちゃきついね。判定が相当シビアだよ。あ、テレサがちょっとでも動いたらさ、爆発してしまうんだよね。そしてオフが変わるみたいな。頼む、テレサ動かないで。うわ、これマジでくっそ、両手使います。僕両手を使って左右連打します。いきます。これで絶対にクリアしてみせる。頼む、テレサ動かないで。これでいけるでしょ。クリボンこっち来て
指がどうかなりそうです。これがラストチャンス。これでいけなかったら僕マルメ人生やめたいと思います。ダダメクリも、これは僕のマルメ人生かかってるからね。はぁ、全権撤回したいと思います。これでクリアしたらもう何もかもチャラにしてください。お願いします。クリも、もうちょっと早く来て走ってよ。クリも、ナイス楽勝すぎ。じゃあさ、ここボムヘ壊した瞬間ドアに入らなくちゃいけない。それで合ってる。これで最後のビットコインがゲットできたっていうわけだね。さあ鍵が手に入りました。そしてこの状態で鍵に入れるんだけど、頼む、機体だけは出ないで。いや、なんですかこれ。これはどうすればいいの。上に上がれっていう感じかな。え、ちょっと相当意味わかんなくない、これ。これどうやってやられるの。ちょ、あ、なるほど、これで右下に行ったら何か変わる、そういう感じでしょ。魚じゃねえかなんで、え、鍵は、え、このとこ入ったら何か変わるみたいな、そんな感じ。今ね、周回してきたんだけど何一つ罠が変わってなかったんだよね。なんでもう一回このドアに入ってってみよう。なんか変わってんじゃないかな、これで合ってんのかな。これ右下に行ったら魚が出るんでしょ。あの魚を一回返してみよっか、それでなんか変わるみたいな。頼む、生かして。どこ地味にぶつけるな、これこれ合ってんのかな、こっちで。ちょっとこっから勢いつけてジャンプしてみるね。ほっほっほい、よし来ました。さあこの魚を避けていきたいと思います。でこのドアに入る、これでなんか変わってる、そうでしょ。違うだろう、これは絶対に。もう一回ドア入ってってみていいかな。合ってんのこれで、絶対違うでしょ。ちょっともう一回ドア入ってってみるけど、なんですかねこれは。頼む、合ってて、こっちのドカンで、もうやめて。あ、こ、上あんじゃんこっちが正解なんじゃないの。さっき入れなかったよね。あるやつ、嘘、聞いないって書いてるよ。鍵取ってきたらいけなかったの。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ2センティスフライングジャンプということで、まあフライングジャンプということからですね、ジャンプしてパックンたちの間をくぐり抜けていけと、そういうことだと思うんですよ。なんと楽しそうなコースなんでしょうか。はなーという未来しか見えませんね。それじゃあ早速やっていきますか。でね、僕考えてることがあって、大量のパックンフラワーが出てくると思うんだよね。なんで花叫び禁止でいこうかなと考えております。一回全部叫んでったら僕の喉がぶっ潰れちゃうからね。まずこの間をきっちりすり抜けていくよ。はだこれ難しくない？この間をきれいにすり抜けていけってことでしょ。ちょっと行ってみるね、チョビちゃん。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。はだ誰だ今の。でもダメだろ、今絶対いけたと思ったよね。シャカちゃんで行ってみる、シャカちゃんで行こう。いや、これもいいんじゃない。はいだいや、さっさクリアすればいいだけの話だよね。そしたら喉も酷使しないで済むね。じゃあここシャカちゃん、あ、これシャカちゃんじゃなくてもいいのかな。でもシャカちゃんの方が当たり判定が狭いからシャカちゃんの方がいいと思うんだよね。これはいったんじゃない。いやったこれはもうクリアでしょまだあんの。ちょっと待ってね、これは、なるほど、あのパックンとパックンの間をすり抜けていけっていうことか。うわ難しいぞこれ、さっきのより難しいんじゃないの。ちょっと行ってみるね。はだー、この場所もクリアしてさっきの場所も抜けろっていうことでしょ。これは来たんじゃないから、よしよし。さあ第2ラウンド始まりました。ここもさ、シャカジャンで行ってみる、シャカジャンで少しでも当たり判定小さく、あ、間違えたいや今のボンビスは痛い、マジでもったいないね。せっかく第2ラウンド開始、いやこれで第3ラウンドだね。これでクリアしてみせます。いきますよ。おっ、ねえねえ、
花屋の店先に並んだいろんな花を。ちょっと集中するね。ここ田辺そろそろクリアって。おっしい、そろそろもうクリアしてもいい頃なんじゃないんですかね。そう思わないですか。もうこの画面見飽きたよね。皆さんごめんなさい、これでクリアしたいと思います。いっけー、頼むこれで。やっやっさー、クリアできた。これはなかなか鬼畜だったよ。入らしてくれよドアに。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。